リン、そなたに感謝を。夜の熱気に当てられたとでも思うがよい。だがこの長い長い旅を通じて、私はそなたと共に成長できたと思う。剣士としてだけではなく、揺るぎない意志を示そうとあり続ける一人の人間としても。その昔、フィーやモニカと和解し縁を深められたこともそうだったが、父上を乗り越え取り戻せたのもその証であると思っているのだ。リン、明日は決戦となるだろうが、もはや恐れることは何もない。共に行くとしよう。七組の道を切り開く総翼として。気が気でなかったというか、私の気持ちはすでに伝えていたからな。その上でのあんな誘いかといって、そなたを慕う者は多かろう。私は女としてはあまりに不調法ゆえ。緊張するな、不安になるなというのはあまりに無茶だと思わぬか。笑うでない。こちらの方は本当修行不足なのだ。だがもはや逃げも隠れもせぬ。とっとと引導を渡してほしい。というか、それに抱擁は親愛の証であろう。口づけとはわけが。
この場は勘弁してくれよ。代わりと言ってはなんだが、しばしこのままでいるがよい。バカ。Thank you.